大丈夫でしょうか。はいえー、じゃあ,あの、えー、廃棄物資源循環学会からです、ねえー、災害廃棄物、えー、多様な関係者と考えるということで、えー、京都大学のあさり先生、えー、それから福岡大学の鈴木の、えー、連名で、発表は私、あの鈴木の方で務めさせていただきます。あのよろししくお願いします。 まずはじめに本学会ですけれども、1990年に設立されまして、会員数は2400名ほどおります。でまあ、各種のです、ね、研究活動を行っているんですが、まあ、その中で災害廃棄物研究部会というのもです、ね、立ち上げて活動を行っているというような状況で、この災害廃棄物に関する研究、支援活動をです、ねまあ、国際的にも現在は展開しているという状況になっております。 最近ですと、昨年のです、ね、熊本での豪雨を踏まえた緊急セミナーを開催したりなどしております。こちらにです、ね、URL と記載しておりますので、ぜひともご覧いただければと思います。 えまずあの災害廃棄物こと始めということでえ東日本大震災を振り返ってということでえまあ3月25日からですねえ学会の有志でえ現地に入らせていただきましてえ支援活動を行っていたえ様子がですねまあこちらの。 写真のような状況ですけれども、えー、まあ津波によるです、ね、堆積物等もまあ大量に発生しているというような状況でございます。市内に関してもこれはえっと3週間ほどですかね経過しましたあの石巻市の市街地の様子を表しているわけなんですがこのような放置車両も含めてですね大量の廃棄物が堆積して土砂とも混在している 非常に、あのーまあ、処理を考える上ではでは、ねえー、極めて、あのーまあ、処理が困難な状態での廃棄物が、あのーまあ、瞬間的にです、ねえー、大量に発生しているという状況です。えー、まあそこで,です、ねまあ、我々学会チームでは、えー、災害廃棄物処理のまあマニュアル化 えー、それからネットワークの構築を、まああの狙いとしましてですね、えーまあ、あの本日の共同発表者の、えー、京都大学の浅利先生も、えー、現地に入ったわけですけれども、えー、実際の、まあ、現地視察を通してですね、えー、あるいは、えー、この過程でですね、えー、有志が募ってですね、まあ、いろんな技術支援を行っていったわけなんですが、えー、その辺りの知見をまとめてですね 災害廃棄物分別処理実務マニュアルという形で出版をさせていただいております東日本大震災の廃棄物に関してなんですけれどもあの、まあ、被害の状況はですねこちらに書いた通りなんですが廃棄物としては えーまあ、環境省の報告によりますと、まあ、およそ2000万トン、えー、それから津波堆積物も、まあえー、1000万トン程度ということで、まあ、合計3000万トン程度ということになりますので、えーまあ、他の,です、ねえーまああの災害と比べても非常に大きいですし年間のですね 一般廃棄物発生量がまあ5000万トンほどということを考えるとですね、年間発生量のまああの半分以上の廃棄物がですね瞬間的に広域で発生したということになります。これを踏まえてですね、まあ東日本大震災のまあ災害 廃棄物を、まあ、なんとかこう適正にです、ね、進めていくということがまず求められたわけですけれどもいわゆるあの蘇生調査の結果がです、ね、こちらに内訳として示しておりましてあの、まあ、コンクリート、不燃物等が主体ではあるんですが当然、ですね、可燃物、木材 たぐいもです、ねえー、まあ大量にこう含まれておりまして、えー、可燃不燃が混在する中でのですね、えー、適正処理が求められるという状況です。で、まあ、中でもですね、えー、大量に発生しているということもありますし、えー、できるだけこう環境影響をですね抑えつつ まあ将来に対してです、ねまあ、負の依存をの残さないというような観点から、えー、できるだけリサイクルを進めていこうということで東日本の震災の廃棄、ね、物処理に関してもです、ねえー、まあおよそ8割弱程度はです、ね、リサイクルを進めてきているという状況でございますで、まあ、極力埋め立て処分に回る量をです、ね、最小限に抑えてきたと津波堆積率に関してはですね えー、まあ、物の正常からまあ、ほぼ100%のリサイクルを行っているという状況です。えー、基本的な流れと注意点、えー、ですけれども、えー、まあ、被災地域からですね。まずは仮置き場というところに、えー、運搬をしまして、えー、まあ、あの簡易なですね。選別を行った後にですね。まあ、中間処理。 えー、資源化、まあ、焼却等々という流れに、えー、沿って進めていくわけですが、まあ、こちらに示した課題、えーまあ、いつもありますけれども、えー、こういった課題に対してですね、えーまあ、我々学会チームとしては、まあ、タスクチームというのをこう作りましてですね、えーまあ、現場からですね 上がってくる、まあ、いろんなこう課題あるいは要望に対してですね極力、まあ、あのこれまでの研究知見ですとか場合によってはあの簡易な実験等を進めながらですね、まあ、技術的な支援をしていったと。 でまあ、そのノウハウをまとめたものの一例がです、ね、こちらのフローシートとして表示しておりますけれどもこのような形で,です、ねえーまあ、現場のご要望に対してです、ね、極力迅速に回答しつつ知見としてもです、ね、集積をしていったという状況です。でこれらの知見をです、ね、日本国内だけではなく 国際的にもですね、まあ、貢献をしていこうというようなことで、東日本以降は、ですね、まあ、特にアジア太平洋地域を中心に、ですね、まあ、国際的なガイドラインとしてもですね、まあ、使用できるものをですね、現在、策定を進めておるというようなところでございます。 それから、まあ、この東日本大震災を踏まえてですね、まあ、その後の災害と、まあ、災害廃棄物対応の進化ということであの東日本大震災の時にはですね想定外の事態がたくさん生じましてどうしても対応としてはですね後手に回っていた部分ももちろんあったんですが、まあ、これらのですね教訓を踏まえまして今後はですね えできるだけこう平時のうちにきちんとこう処理計画をえ立ててですね、それに沿ってですね、ま適正なあまあ体制をですね進めていこうということで、特にこうネットワークのですねえ構築ということをですね重点課題として取り組んでおります。でえあとはあの課題についてもですね、まあ,ある程度はですね、まクリアするべき重点課題というのが えーまあ、見えてきたというようなところで、まあ、特にこう中小規模の、えー、災害に対してです、ね、まずはきちんとです、ね、あの知見の蓄積と反映をしていこうとか、広域連携を進める上でのでの、ねまあ、連携体制の構築、まあ、3R の方策などなどですね、えー、進めております。ということで、えー、関与するステークホルダーも、まあ、オールジャパンでの体制ということで、えー、災害ボランティアにです、ねえー、従事していただける方も含めて、 えーまあ、あの被災自治体が中心となりつつです、ねえー、都道府県からの支援、えー、民間事業者の支援、えー、等々で,です、ねえー、進めていくとで、えー、またこれらの知見をです、ね、さらに災害廃棄物管理ガイドブックという形で、えー、まとめて、ですね、えー、2021年の8月に刊行しております。あの見開き6ページ分のですね あのまあ、冒頭部分のダウンロード等も可能となっておりますのでよろしければぜひご覧いただければと思います。ということで知って備えるということで廃棄物資源循環学会の発表以上で終わります。どううもごご清聴ありがとうございました